あ、これで聞こえますか。大丈夫でしょうか。どうでしょうか。聞こえてますか。いますでしょうか。高橋さんの声聞こえてますか。聞こえてますかね。やっぱこういうトラブルありです、ね。聞こえました。あ、聞こえてます。聞こえてそうです。はい、はい、じゃあどっからですか。じゃあ挨拶からですか。最初から。猫ちゃんの説明をお願いします。乗母児の猫ちゃんですね。はい、乗母児の猫ちゃんです。かわいい。今あの二戸でも、うん、のキャラクターとしてもですね、うん、あの岩手県内、最近は東北でもですね、認知度がどんどん上がってきているキャラクターなんですが、うんうんうん、まあ、何がいいかっていうと、うん、割と自由。自由なんですよ。見た目可愛いんですけども、ちょっとすごいガーッと出ましたけど、確かに自由なので、特にSNS での発信がすごいよね。だいぶ、はい、すごい。猫ちゃんすごい。猫ちゃん、うん、もういろんなこと自由につぶやいてる、うん、すごいすごいすごいので、まあ、そういうのもあってどんどん今人気になってきています、うんうん、はい。そもそもその何だろう、あの発掘したきっかけなんだ。もともとは、うん、あの二戸の乗法寺のキャラクターなんですけども、うんうん、あの合併がありまして、うんうん、乗法寺二戸合併があって、うんうん、そしたら二戸に新しくあのね、座敷わらしの亀丸くんっていうキャラクターができまして、うんうん、なんで二戸でキャラクターが出るっていうとそっちが出るようになり、うんうん、僕もそっちしか最初知らなかったんですけど、長いこと倉庫でお眠りになってた、うん、そうだったらしいよね。ですね。全然日の目を浴びることなくいたら、たまたまですね、うんうん、あの二戸出身の、うん、4兄弟ロックバンド、うん、佐藤マンションというバンドが知ってますか。まずでもその佐藤マンションすら知らないんじゃないのかな。そうですね。知ってるよって方はどれだけいるかなんですけども、うん、おそらく日本で唯一じゃないですか、4兄弟全員でのロックバンド、実の4兄弟っていうイケメンのね、うん、4兄弟バンドがあるんですけども、うん、その佐藤マンションのイベントの時に、うん、二戸のキャラクターを呼んでほしいと、うんうん、そしたら、でもその時その座敷わらしの亀丸くんは別のイベントで、うん、人気者なので違うイベントに行っていたと。亀丸くんね、はい、そしたら人気なかったの。あの、まあ、いるんだけど、倉庫にいるんだけど、これどうって話になったらしいです。まあじゃあどうするみたいになりつつ、でもね、いざ出てみたら、なんかこうそこからじわじわと人気が、なんだこのキャラはっていうとこからゆるくね、うん、じわじわと、ゆるく、ゆるくシュールですもんね。シュールです。はい、だって猫だもんね。猫なんですよ、ね。喋らないし。猫ちゃんの何がいいって、そのツイッターでいろいろこう二戸の美味しいものとかあげたりするんですけど、好物が南部美人さんのお酒なんですよ。そう。南部美人と南部せんべいなの。南部せんべいも好き。ね、僕は初耳。初耳。いや、そうだったらしいよ。そうなんですよ。猫缶とかじゃないですか。しまうんだと思うじゃないですか。すごいですね。そう。なんかね。そしたらね、なんと。なんと。にゃ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 んと美人が。好きさ待ってです。できちゃったわけですよ。そう。なんでできたんだっけ、これあの。きっかけ、きっかけ。これ結局はその乗法寺の猫が、うん、南部美人さんのお酒大好きだと言っていたら、うん、あの南部美人の久慈康介社長がですね、うん、あのよっしゃ、じゃあもうラベル作ろうよという話になり、今こうしてですね、今ドンと、はい、そうなんだよね、前面に出たラベルが進んだ。だから南部美人の久慈社長のやっぱ大きいところですよね。そう、やろうよっていうらしいよね。なんか作ってほしいなみたいな感じで。そうですにゃんとにゃんとにゃんと。だから俺らも知らないところでプロジェクトが、そう、俺ら営業陣が知らないところでプロジェクトが動いているという。僕ツイッターで見てたんですよ、実際。社長がやろうよって言ってるのは、僕はやっぱりこうらしいよね、冗談というかその場のノリというか、うん、なんだなと思ったら、実際作りましてって話が最近聞こえてきて、本当にやったんだって。当初びっくりだったよね。俺ら営業陣何も知らないところでもうプロジェクトが動いてたという。にゃんと不思議でしたね。にゃんと不思議でした。びっくり。社長も自由なんですね。社長自由自由自由
で社長自体がゆるキャラの可能性あるから、ね、あ後で怒られると思うけど、そうですよ、俺後で怒られると思う、お金の覚悟で言うけど、社長自体が、ね、まあ、新しいもう、ね、情報じゃ猫か、はい、コウスケ社長か、コウスケ君かっていうゆるキャラの可能性はある、コウスケ君、そう、コウスケ君っていう、うん、まあ俺も怒られるの覚悟なんだけど、コメントが入ってまして、うん、はい、コメント、東京に参加したらって多分流行の大賞ですかね、大賞取ったんですよね、なんかね、うん、ここ数年やってるみたいなんですけど、東北での流行の大賞決めようっていうものが、サイトでありまして、うん、で投票してくれた方もいるってことですね、す去年その情報時のニャンと猫で大賞取っちゃったんですよ、すごいね去年って、うん、大谷翔平さんの話、うんうん、大谷 MVP っていうのがあったり、うん、朝ドラがあったので、うん、宮城県の話だったんで、うん、その朝ドラのワードとかも人気だったんですけど、うんうん、なんか最終日に向けてどんどんこうどんどん票が集まってきまして、すごいね、割と票差をつけちゃって1位ぶち切りでっていう、だって俺だったら絶対大谷翔平だけどね、大谷君とかですね、やっぱりこう世界的な話になってきましたから、あごめんねだって大谷翔平の方に入れちゃうじゃん、ね、僕も朝ドラ見てたんでそっち行きたかったんですけど、ね、あごめんなさいごめんなさいごめんなさい、正直な話だよね、正直言うと、でも猫ちゃんすごい、ね、最終日向けてファンの皆さんの熱がすごくて呼びかけたらしいですよ、近所の人とかに投票してすごいね、猫ちゃんすごいんだね、猫ファン多いですね、猫ちゃんすごい、にゃんとにゃんとにゃんと、猫ちゃんがにゃんと美人もすごいリアルボードくらいの大きさ的にですね、ああリアルボードくらいですこれでもちょっと720、これが一升瓶サイズですね、はい、一升瓶と比べるとあれですけど、まあまあ、そうか、猫が持つとなんだ、猫ちゃんが持つと猫が持つとなんだもんな、そこリアルゴールドに見えちゃう、リアルゴールドぐらい、かわいいね、まあちょっとね、前掛けが似合うにゃ、この前掛けどうしたんですか、これ南部兄さんのですよね、なんか珍しい、いやこれ、うん、これだけど、この前掛け、あ前掛け、前掛け、そうそうそう、はい、これどうしたんですか、これ今からうちあれでしょ、ネットで売り出すんでしょ、これなんとにゃ、そう、知らなかったにゃ、それも知らなかったにゃ、ちょっとこれでも初公開ってことじゃないですか、そうそうそう、そう、初公開、ね、ちょっとね今までの前掛けてほらいかにもこういかにもだったのを、はい、ちょっとこうカフェエプロン的にね、ちょっとおしゃれですよね、女性社員たちがちょっとおしゃれに、うん、ちょっと作った、あ作った、作ったんですか、そう、うん、にゃんと今日初音耳にゃんと、しかもニューヨークの、はい、そうだそうだ、デザインとかやってくれてるんです、そうなんですか、ニャンと結構お値段してる、うん、いやらしい、やっぱそこの話になりますもんね、結構してる、結構してる、結構してる、いやらしい、いやらしい、うん、それを今つけてるんですよ、そう今日初お耳でしょ、でも結構いいと思うんですよね、なんか僕結構キャンプするんですけど、キャンプの時ってこうポッケとかあったり、あとなんか拭いたりとかあって、ちょこちょこなんかあるといいんですよ、うん、しかもデニムなんで、はい、こう、うん、洗うたびにこう、うん、なんだろうね、なんか昔のなんかリーバイスとか、そう昔のってか今もあるか、どん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 風合いが出てくる、色味味がね、はい、出てくるっていうことですね。じゃ数十年後にはこうヴィンテージショップとかでこう、じゃあいいじゃないですかね。高くなったら嬉しいね。メルカリで売っちゃダメです。そうです。メルカリで売っちゃダメです。それはダメですよ。本当に本当に。それはダメですよ。だから転売ヤーとかの人には気をつけない、うん。いや本当です、うん。見極めですよね。まあでも転売ヤーさんのところに目をつけられるくらい。くらい。だったら、まあ、すごい方だよね。本当に嬉しいかなとは思うんですけどね。なんかまだ、はい、まだなんかこううちらそこまで行ってないからね。うん。まあ猫ちゃんの力でも借りてちょっとね。いいですね。友達や会社の仲間とかに声かけて今日会ってやっぱいらっしゃるんだ。ありがたいですね。本当に本当に。ゆうきどうでしょうさん。あ、みゆきさんかな。あの北海道の。猫ちゃん知ってる。あ、みゆきさん知って、あ、知ってる。熱烈なファンの方で。あ、はい、ありがたいね。でもそういうファンがいるって。ありがたい。ありがたいよね。噂によるとこの後のオンラインのやつとか、もうだいぶ買ったらしいです。あ、そうなの。あら、ありがたい。1万超えらしいです。本当に。
北海道から、嬉しいな、はい、北海道から応援していただいてるみたいで、じゃあ、はい、あの猫ちゃんだけ塾南部美人そうですね、の方お願いしますね。なんかいろいろ落ち着いたら実際来てほしいですしね。いや本当だよ ね、今なかなかね来てもらえないから ね、 ね、そうなんですよ、ね、俺らも出ていけないけどね。あ、そうそうそうなんですよね。もう2年ぐらいになる出頭な、営業って名のついてるけど営業かいない、いない、うん、そう営業に行ってない。ね、いやいや、そうですよね。電話営業とかさ、うん、メールのみだね。チケット買いそびれました。あら、いらっしゃるんだ。あら、また開催してくださいって。あ、2ヶ月に1回やってます。一応2ヶ月に1回。次回次回は3月。3月。はい、20何日か忘れましたけど。3月の、はい、そう。とりあえず3月ですね。3月の下旬にやります。3月下旬ですね。あの、第4土曜日ぐらいだったっすかね。にやります。待ってくださいね。今、うちの、スタッフが、はい、3月の、ね、何日でしょうか。26日土曜日です、はい、その日は雄三常務が来ます。さらに言うと雄三常務のお酒の仕込みとかの、はい、雄三常務ってお酒も仕込んでるんですよ。え、はいはいはい、あのうちの南部美人のお酒って9割方は社長の康介社長が仕込んでるんですけど、うん、はい、残りの1割弱ぐらいかなを雄三常務も自分のお酒、例えばこの雄三スペシャルとかを、あ、これ作ってるわけですよ。あ、本当は書いてる、雄三スペシャル。こういった雄三常務のお酒を仕込んでる、うん、で、その雄三常務が自分の今度お酒を仕込んでいるシーンなんかもあるんでしょ、確か、はい、ね、で、それをこう、そう今度、はい、あのいろいろそうだよ、ね、公開していって、うん、でおそらくその時期にこうお酒が生まれてきている時期なのかなっていうので、まあもしかすると間に合えばそのオンラインの酒の会の時にお披露目が、うわー超楽しみじゃないですか、素晴らしい。じゃあ3月はまたちょっと京都は経路の違うオンライン酒の会になるわけですね。雄三常務はマストで、もう出席ですね。まあ、そうですね、必ずもうその時にまた息子さんのサッカーがないことを祈ろう。3月末 ね、どうなんでしょうね。そこはあるのかな。そう、やっぱり醸していただいてる。そうだよね、そうですよね。だって今回も急遽って言ってるけど、はい、事前にちょっと決まってたんじゃないのかっていう疑惑もあるんだけどもね。もしかして疑惑ね。あ、もう、うまい、やってる。俺はね、もう今度怒られるの覚悟です。社長のことも、そう、さっき社長のことも言ったけど、けど常務のことも、はい、まあ、怒られるの覚悟で今言ってるけど、かけてますね、今日。うん、いいっすね。うん、だから2ヶ月後、俺はこの画面の中だけじゃなく会社にも行かないと。もしかしたら。それはある、はい、あるかもしれない。会社にもいないさせてくださいです、ね、そうそう、あの次平野くんが営業部長になってる可能性がある。あ、ってことはそうそうそうってことはそう、今だからね、俺の今ちょっと人生をかけて今かけて、うん、そうオンライン酒の会に頑張ってる。なるほど。ヤング美人ネット注文もしましたら、どうぞ楽しみで。あ、おありがとうございます。ネット注文もやってるんですもんね。確か3、2月の2月1日あ、2月1日から、皆様のところにお発送いたしますので、うん、ぜひ楽しみですよね。出社間違いなくいい、よくできてるので、今日からなのもね、今日から市内の番店さんだとかで販売開始しました。はい、で今日の猫ちゃんが二戸の駅に隣接しているなにわと物産センターさんの方で、なんとにゃんとにゃんもん売ったんだっけ。今日は今日聞いたら90本本。あー、すごい、すごい、ありえない。これありえないですか。俺ら百貨店立っても何本売れる一日。本当に俺ら一日百貨店に立って90本売ったことないよね。ないね。いや、もうにゃんと90分で90本らしいです。90分で90本。1分で1本。ピンワンスイーツ。これ僕も実はちょっとそのタイミングで買わせていただいたんですけど、物産センター本当に行列ができたんですよ。すごいじゃないか。レジ近くにブースができたんですけど、でずっと立ってたんですけど、ひっきりなしに職員さんも持ってこないと追いつかなかったんですよ、その次から次へと、にゃんと。じゃあ次営業部長は平野くんじゃなくてにゃん、猫ちゃんです。猫部長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 。すごい販売の、すごいな。そうですね。俺ら
無理だろ、1分1本。1分1本。絶対無理。すげえっすね。今まで打った記憶がないよね、1分1本。すごいな。サウラって今はもう非禁制なんですか？お酒の神様が嫉妬するとか何とか。あ、それよく言われます。あのよく言われますけども、はい、やっぱりそれを固くなに守っている倉さんはやっぱりあります。あ、いらっしゃる。未だにある。うん、あの、ね、やっぱりあの女性を本当に入れない倉もありますし、はいはいはい、でもうちはそれはないです。ナンバーウィジンさんはない。はい。うん、ないです。あの女性も普通に入ってますし、はい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 、あとあの蔵によっては。トジさんがもう女性って女性のトジさんありますからね。岩手県にも2つありますし、あとはもう本当他県には結構ありますので、やっぱりそれを守ってる蔵と、うん、そうですね、まあ、時代に対応しつつのところもあるっていう。だから、うちは入ってますよ。あの入ってますし、はい、女人禁制ではないです。ではないということ。ではないです。そうなんだ、はい。うん、缶詰温めてるの美味しそう。あ、もうめっちゃこれそそられる感じです、ね、ザ男の料理。猫缶じゃないけども。猫缶じゃないんだけど も、はい、これはちょっと今日面白いかな。男の料理だよね。こういうのっても全部平野さんがやるんですか？そう、考えるのも。はい、お、普通に作れるんだよ。普通に作れるんだけど、はい、こういうのもいいかなって今日はね。なんか手軽なね。そうそうそう。これも何ですか？温めるだけみたいなもの。温めるだけですね。あとちょっとこうアレンジしますけども、そのまま置いとけばもういいだけだからね。こういうのたまんないっすね。で多分ね、うん、平野くんは俺に言ってないけど、はい、今日ほらここに雄三常務いないじゃん、はい、料理に集中できない可能性があるから、多分ね簡単にでもかつワイルドに、ワイルドに男っぽい男飯みたいな感じですね。多分今日ここに俺がいるからさ、多分こっちの喋りの方前の方がいないから。いや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 、はい、こいつね、だからアドリブは聞くの。そう、あの俺だと不安、多分不安なんだよねと思ってこの缶詰っていう手も出してると。えらいぞ。えらい、えらい、えらい、大したもんだよ。あの、そうだと俺はそう思っている。そう思っている。そうだから、はい、きっとね、だから俺今日これ見たときにごめん平野って思ったの。ごめん。ごめんね。丈夫じゃなくてごめんって思ったの。思った。思った。いやいやいや。きっとそうだと思うよ。そうだ。それも少しはあるよね。でも何ミリかは。いや、本当は違うんですよ。YouTube、まあ今配信してますけども、はい、その配信をこう、なんだろう、この撮ろうと思ったんですよ。缶詰と南部美人はどう合うかっていうのを。簡単だしね。はい、簡単。真似しやすいしね、そういうことですよ。やろうと思ったんですけど、思いのほか時間がなくて。だから俺ね、なるほど。俺平野にね、こう精神的なストレスを与えちゃったかなと思ってるけど、準備段階が少しプレッシャーを感じてたわけ。大丈夫だろう。これからですから、これからですから。 そもそも表舞台に出たくないのに、これ見たらさ、申し訳ないなと思ってさ、本当に思ってるわけだ。本当に思ってますか？思ってる、思ってる、思ってる、出たくない、思ってる、思ってる、本当にバリバリ面白いですけどね、今。いや、今ね、7時からすごい苦痛だもん。本番迎えの苦痛。この後が本番なんですもんね。そうそうそう、今まだ本番前のアイドリングだからね、うん、アイドリングだから苦痛でしょうね。まあ、この流れでいきますけど、まあね、この流れでほぼいきます。頼むよ猫ちゃん。今日猫ちゃんの力をかなり借りなきゃないと思う。あと通訳さんも頼みます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラブビジン T シャツも買えますか？あ、いいです。 ありがとうございます。これか、これあの実はね、今販売用ではないんですけど、はいはいはい、後々はね、ちょっと販売用も考えようね。あ、これ南部人トレーナーもある。トレーナーもあるんですか？南部人トレーナーも、あ、ここ背中にもあってね。背中にもあって、これもね、本当に従業員の必要は作業用なんですよ。おー、めちゃめちゃいいんですよ。そうそう、で、Tシャツヘビーウェイトでね、へたれないし。で、この Tシャツも割とね、はい、そう、いい、もう、これそう、Tシャツもそうですし、はい、トレーナーかも7、8年着てても全然へたれないね。あ、7、8年ですか？そう、だから、後々は販売用も考えようかと思ってますけど、欲しいですか、皆さん。これ、俺は欲しいです、これ。欲しい。猫も欲しいんじゃない、これは。ああ、じゃあ猫用にね。全然いいですよね、トレーナーもそうですし。そうそうそう。欲しい、うん、欲しいですか？結構欲しいとか、はい、欲しい、かっこいいです。あ、お、
じゃあちょっと平野君、これ販売用に考えよう。そうですね、はい、うん、従業員だけじゃもったいないので、じゃあちょっと販売用も考えます。この営業会議にかけます。これは欲しいな、ね、これ、うん、ちょっとこっちはいらないです。こっち、こっち、こっち、あ、こっちも。カシオペア M。 大変申し訳ないですけど、この流れで一応売ってるんですけどね。高瀬さん、これ 、はい、体重じゃないですよね。これ違いますね。体重じゃないです。 77.9、 これ周波数。あ、うちの周波数、はい、ラジオの周波数。あ、周波数。体重をドーンと出してるわけじゃない。なるほど。自己主張強いなと思って。あいつ 77.9 キロなんだ。すごい、アピールの癖が強いな。あ、ね、周波数、周波数を、周波数ね、はい、一応ラジオ局なので。なるほど。77.9 ですね、はい、こちらに来た時には、はい、はい、77.9 に合わせるんですか。これ映してもらえるんですか。ありがとうございます。もう宣伝宣伝、はい、一応まだこれパーカーありますんでね、あの売ってますんで。すごい、はい、欲しい方いましたらぜひ。そう、欲しい方いたらぜひ。結構面白いですよね。ありがとうございます。絶対僕が家帰って、はい、あのまあ風呂でラジオ聞いたんですけど、はい、6時前後ぐらいでしたかな。絶対社長が喋ってる蔵の道いいね。なぜか当たって、なぜかなんですね。なぜかいつもそれを聞きながら、うん、でもそれが嫌なわけじゃないでしょ。嫌じゃないですよ。もうヘビーユーザーぐらいのやつ聞いてました、ね、もうバチバチ聞いてるわけですね。その後になんか結構いい音楽流す、はい、あれがあったりとかもするんで、ね、結構すごい面白い、はい、そうですそうです。あの本当にローカルネタだけど本当にいいですよね、はい、ありがとうございます。震災の時なんか本当に助かったもんね。どこのガソリンスタンド今給油できますとからしいですね。すごい、なんか安否確認とかのあれもやってましたしね。そうだよね、今うちの社長の安否確認とかした方がいいんじゃない。大丈夫。モールス信号でいいんじゃないですか。モールスで、で帰ってくるの面白いですけどね。多分帰ってきたら多分俺ら今度やっぱり怒られる。そう、社長に怒られる。うん、やばい。首とかって言わない。首とか言わない。あ、もう部長のゾーンでやってるから。そうそうそう。営業部長。ちょっと締め持ってる。営業部長。いや、でも負けると思うな、猫ちゃん来たらな。だって1分で1本打つしね、もう。でもさ、改めて聞くとすごいっすね。すごいすごい。うん、もう、すごい敏腕だよ。あ、何やってもこの格好でしたからね。その、南部美人羽織って。うん、すごいと思う。すごい人気でしたね。いや、本当に。なるほど。あと2分。お、はい、あっという間でしたね。いや、あっという間でしたね。これ30分持つのかなって思ってた。いや、すごい。いいんじゃないですか。いや、俺ね、本当に。これ、この後、やっぱり今思った。やっぱり表舞台にあんま出たくない。いや、うん。俺やっぱり、あの、なんていうのかな、裏方があっている。いや。うん、いや、めちゃめちゃ裏方にあっている。本当にこう流れるように、うん、はい。知事からのオンライン先の会、おつまみの準備したいのに YouTube を面白くて目が離せない。それはなんか嬉しい。嬉しいじゃないですか。じゃあ9回目も見たことごめんなさい、9回目はないです。常務が来ます。ここに常務が、9時中、雄三常務が来ます。あのね、本当に僕今日終わった後の疲労感半端ないと思う。飲みましょう。もうね、救急車呼んどいて。もう無理、多分。7時から持つかな。あ、いつになったら飲めるんですかって。猫ごせ飲みたいみたいです。あ、飲みたい。飲みたいみたいです。猫ちゃんね、はい、7時からにしようか。なんかもうちょっとここで手振ったりするけど、そうか、もういつ飲めんだって。もうちょっと待とう。7時になったら飲もうか。はい、もうちょっとの辛抱ですね。でもあれか、今の YouTube、 少し YouTube ライブ、YouTube ライブ、はい、YouTube ライブ見てる形もちょっと猫ちゃんが猫ちゃんの酒を飲むところお見せしようかじゃん。どこで行けますか。じゃあ、はい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 、これ、すいません。あ、すいません、はい、あ、やっぱり、ほら、やっぱり、やっぱり来てますよ。いや、オッケーオッケーオッケー、すいません。はい、じゃあ、猫ちゃん、お酒3月はないです、すいません、3月はないと思います。お酒、すいません、ニャンブビジー。猫ちゃんがどういう風に飲むのか気になるな。はい、飲んでますね。あ、はい、いい飲みっぷり。いい飲みっぷりでした。もうないもんね。ないもんね。あ、ちょっと、あ、早いな。あ、早い。酔っ払ってる、酔っ払ってる。嘘でしょ。早い。バカ野郎。猫飲んだよ。バカ野郎。早いな。飲みましたか、皆さん。おいしい。ガーッ。猫がニャンブジを飲んでます。美味しかったみたいな。うちの、あのホームページ、ネットでも絶賛販売。中中中です。販売中。で、1日から発送開始。開始。
しますにゃん。はい、しますね。しますにゃん。今日はなんかにゃんをつけないと大丈夫ですか。しょうがなくてもそうだね。ええ、もうすべてにゃんで。にゃんで。はい、どう、美味しかった？美味しかった。あ、美味しかった。多分ね、もうちょっと飲みたいんだと思います。あ、やっぱり。はい、じゃあ今日はもうこれ開けていただいて、そうですね。酩酊している猫にゃんを、猫にゃんを、もう最後見届けて帰るにゃんっていうね。そうですね。飲んでます。で、もうここでなんかもうグダ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 なる。猫にゃん。誰も言ってないのに2杯目飲みましょう。で、猫人気が少し陰った方がちょっと楽しい。今まで100人好きだった方が90人ぐらいから笑うよ、ね。あれちょっとってちょっとなんか。そう、猫飲みがら飲みがら来たね。猫ただのおっさんじゃないのみたいな。まあ中身は分からないですよ。どうなるか分かんないですよ。おっさんじゃないかもしれないけども、うん、ちょっとね、はい、今後の、まあ、でも今後の活動に行きたいですね。そうだね。あの三沢部長面白すぎます。ほら、えほら、いや僕思いましたもん。すごい面白い。えソウルオブナンブ美人9。本当ですか？じゃあちょっとソウルオブナンブ美人やってみる。じゃ練習しましょうかね。ちょっとすみません、本番前に練習していいですか？はい、いいですか？いや、ソウルオブ、あ、この時点で もう出たくてしゃあないじゃないですか。せーの、ソウルオブナンブ美人っていつも上部やってるんですよ。はいはいはい、今日はあの、俺面白かったらこっちにするかこっちにするかで、そう、俺結構いいこと。いや、こう見えてね、ちょっと実はね、はい、結構貴重面わかりますわかります。大事です大事です、やっぱり絵的にこっちなのかこっちなのか見え方って大事ですよね。僕いつもこっちだ、うん、やっぱ向いてますよ。いや、俺いつもの袖で見てるでしょ、はい、上部がどっちに傾いてたのかなって、はい、そう、いつも飲んでました、ごめんなさい、すいません。ごめん、あの、本当に今日聞いちゃった。どっちが正解なのかなと思って。まあ、でも正解この後出てるわけですもんね、そうだね、配信で。そうそうそう。まあでも見に来てよかった、面白い。いやー、ありがとうございます。今日面白くないって言われたら本当に本当に国だったかなと思って、あの会社的にあの、ね、この酒の会だけじゃなくて、はい、会社的にね、うん、明日から職を失うのかなっていう結構限りで、はいはい、このやっぱお前使えねえって言われたらそれまでだなっていう緊張感の中で今日頑張っています。はい、はい、3人子供いるのであの職を失うわけにはいかない。でも本番この後ですからね。そう、この後ですからね。持つかな、持たねえと思うんだよな。本番始まって何も喋らなかったら困りますよ。うん、じゃあ俺の通訳お願いします。喋れない可能性があるので、あの高下さんと平野が俺の通訳をするっていう。どういう状況なんですか、ね、それもありだよね。あり、はい、じゃね、なしなしなしか、なし。いや、俺それでもいいなと思う、そろそろ本当に、はい、そろそろですって。はい、はい、じゃあすいません、あのこんなたわいもない話で30分お付き合いいただきありがとうございました。あの僕またこれ7時から頑張りますので、皆さんよかったらまた3月からまたよろしくお願いします。3月はここに久慈常務がいますのでよろしくお願いします。またにゃー、またにゃーん、にゃーん、にゃんにゃん、チャンネル登録よろしくよろしくお願いします。俺絶対もらえるの。かけてますね。そう、絶対かけてますね。いやもう助けてにゃん。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。